この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。こんばんは、ニュースをお伝えします。人気 YouTube クリエイターのポンコツハウスがシェアハウス内のコミュニケーションに Zoom を活用すると発表しました。Zoom会議でイエーイ、この Zoom 施策はシェアハウス内の濃厚接触を避けるために導入されたものです。 Zoom はテレビ会議サービスの一つで、ビジネスや友人とのコミュニケーションツールとして様々な場面で活用されています。この画期的な Zoom 施策を提案したもずくさんは、いやもうまさしく天才だなと思いました。まあ、接触は、まあ、避けた方がいいですし、あともうこうやってシェアハウスしてると顔も合わせたくないんですね。だからやっぱこういう Zoom というね、バーチャル仮想空間を通してのコミュニケーション最強。ポンコツハウスはしばらくこの方針を続けるということです。シェアハウス内で進められているズーム施策について早くも弊害が生じ始めました。なんかあった？最近まあいろいろかな。そっちは？まあ別に特に、家いるだけだし。バー先日から進められていたシェアハウス内ズーム施策、関係者によりますと、ポンコツハウス内では毎日顔を合わせているから特に話すことがないなどの不満が生じているということです。この無意味で知性が感じられない施策にメンバーは、バカじゃないですかね。本当、通常の思考だったらこんなことにならないと思いますよ。個人的にもずきさんに言いたいことありますか？カッコつけてんじゃねえぞこのバカ野郎が。おめえにズームなんか2億万年入んだよ。何言ってんのお前。おい、ポンコツハウスではもずくさんに多額の電気代を押し付けていくということです。ポンコツハウスに新しい打楽器カホンが導入されました。カホンはペルー発祥の打楽器で、新しいことを身につけようとアロエさんが導入しました。いや、やっと僕にも楽器が届きましたね。他のメンバー2人が楽器してるじゃないですか。だからやっと僕も加われるんだなって思って、嬉しいですね。アロエさんはちょうどいいサイドテーブルが見つかったと話しています。続いてはスポーツです。家の中で密を探す密デスゲームが開催されました。今年も都内で開催された密デスゲーム、家庭内でより多くの密を探した者が王者となります。エントリーするのは前回王者である女王蜂ぼんじり選手、そして今季絶好調のプーさん、もずく選手です。ゲームスタート。序盤ゲームを動かしたのはやはりこの男。ミスです。 OK、 ワンポイント。キッチンにある蜂蜜で早速1ポイントをゲットし、王者の風格を見せます。そしてもずく選手は意外なところから、ミスです。ワンポイント。このトリッキーな一本で王者に食い下がります。その後もデッドヒートが繰り広げられますが、なかなか両者得点には結びつきません。肉です。そして試合はこのままタイムアップ。年に一度の祭典ミツデスゲーム、2020年度は大会初のドローゲームとなりました。本当に肩慣らしにはなったと思います。次は優勝したいと思います。ミツです。なおこのミツデスゲームは二度と開催されないということです。
以上、ニュースをお伝えしました。